こんにちは。スピリチュアルの女神です。私たちは自分の中に男性性と女性性のエネルギーを両方持っています。そしてツインレイであろうとなかろうと、人は少なからず人生において未熟な状態から成熟した大人へと成長していくのです。だからどちらに傾いているからいい悪いというわけでもなく、二つの性質を自分でうまく使いこなせるようになることがツインレイ女性の自立において目指すところでもあるわけですね。ツインレイのジュリとジタ、皆様はジュリリタという言葉をご存知でしょうか。ジュリとリタのバランスが取れてこそ、自分も他者もみんなが豊かで幸せであれるということです。女性性に偏りすぎたツインレイ女性は、これで言うところのリタに偏りすぎてしまっています。ジュリとは自分の利益、リタとは他者の利益です。特にツインレイの女性は需要のエネルギーが強く、相手のことを察する能力も高い傾向にあるため、相手に言われる前にやってしまうので、尽くしすぎてしまうケースも考えられます。男であろうと女であろうと、最終的に目指すところはジュリとリタのバランスです。このバランスがうまく取れた時、ありとあらゆる物事がうまくいき、真に愛と豊かさにあふれた現実を想像することができるのです。ツインレイ女性がリタになると、ツインレイ女性がリタばかりになると、ツインレイ男性はジュリばかりになります。二人一つの男女だから、エネルギーの性質上反対が現れるのです。女性側が自分の中のジュリを育てることで、男性はリタを学び始めます。そして二人がそれぞれに自分の内側のジュリリタをバランスしていくことで、女性は女性としての受け取る喜びを知り、男性は男性としての与える喜びを知り、互いに自分の性を受け入れ、二人にとって幸せなあり方にシフトしていけます。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。